ホテル型原子力潜水艦は、ソビエト海軍が運用していた弾道ミサイル、潜水艦。ソビエトの潜水艦発射弾道ミサイル、搭載潜水艦としては、原子力機関を搭載した最初のタイプである。1960年から1962年にかけて八隻が収益した、1から3型のサブタイプが存在する。通常推進のゴルフ級潜水艦の後継として、 開発された弾道ミサイル発射塔はセール内後部に3機収められており、センダーを監首に有していた。搭載された潜水艦発射弾道ミサイル R-13 は射程が約 600km と短く、また浮上状態でなければ弾道ミサイルを発射できないという欠点を持っていた。それでも原子力機関を搭載したこの環球の収益によって、 ソビエトの潜水艦は先行したまま、西側諸国を狙えるミサイル発射位置まで移動し待機でき、核兵器の飛特配置に成功することとなった。ミサイルの浮上発射という欠点を解消すべく、1960年代に全艦が水中発射可能な R-21 に換装した第 658M 号計画艦への改造を受けた。なお K1-45 は、 第701号計画により、新型弾道ミサイルの実験艦に改造された。K-145 は1960年代以末には、第667バイト号計画戦略原専用の R-29 ミサイルの発射実験を行った。このほか、1970年代には K-55、K-178 の2隻が、第 658T 計画により、 弾道ミサイルを撤去して攻撃源泉となった。K-1-K-40 の2隻は通信特務潜水艦に改造され、艦番号を KS-19、KS-40 と改めた。本型はソ連海軍発の弾道ミサイル源泉としては意義、部快艦であるが、搭載弾道ミサイルが3機と少なく、艦尾に魚雷発射艦を装備しているなどといった、 球体依然としたところもあり、多分に試験官的性格が強かった。ソ連海軍が本格的な戦略弾道ミサイル建戦を手に入れるのは次世代のヤンキー型原子力潜水艦の登場を待たなければならなかった。本艦級には事故が多発したことで悪名の高い K1 級がある。ありがとうございます。